はい、どうも、こんにちは、エルツです。さあ、ということで、今回は、限定ゴモシリーズ第7弾かな。はい、ということで、精度、進化の精度を使っていきます。ダメマスの方ですね。で、まぁ、ちょっと余談なんですけど、実は昨日が初めて僕、このシェード使いました、進化の。これ多分ね、当てたのはセカンドシーズンかなの超ゴマで当てたと思うんだけど、使ったの実は昨日が初めてで、使ってみたらね、ちょっとね、中毒性ありますね、このデッキ。めちゃくちゃ楽しいということで、動画化していこうということで、はい、使っております。はい、初戦はアイタンアポロンですね。でね、僕、初手はシェードは X に打ちましたよということで、もうダメマスをね、ばらまいていこうと思います。はい。さあ、これ意識出ますね、ロックで。ここちょっとね、下辺、まあ角でもいいけど、マス生成してほしいけど、上行っちゃったね。上の方行っちゃったね。いや、その、右下ら辺にダメマス1個もないの、ちょっと、シェードさんって感じだけど、まあ。さあ、これは、どうしようかな。こう、ロック右ウェックス置いてから、キンマモン、F4 かな、これ。あいつ多分ここ、C6 来るんで、そしたら金魔物をね、F4 に置きます。お、バイス、それはありがたいな。コンボないからね、その子。バイス釣っていく。そしてここで金魔物配置。で、フィニッシュのルシファーもね、一応いるんで。っていう感じですが。さあ、ここどうしてくる、まあ、おそらく3枚かなですよね。お、エンデが捨ててくる。デカバイスを切っていくと。なるほど。これは結構でかいぞ。守護者、まあこれは守護者かな。で、普通に、まあビーチ取って。これね、キンマモンの下に行かれるとまずいんで。なんかちょっとね、嫌なのがね、C1 に当てられて、で、からの、次、あ、そっち来るんだ。そう、次 F5 に潜られるとかすごい嫌だったんですけど、これは、まあでもね、相変わらずちょっと F5 は取られたくないということで、ファヌをちょっと D2 に置いて、D3 の石を返しておきます。はい。さあ、これどうしてくるかな？そっち来る。まあとりあえず F5 に潜られることはない。あ、ダメマス引いてくる。これ、罠 B4 置くか。これ特殊罠返すにはダメマス踏むしかないんで、相手。さあ、どうですか、これ。罠返すなら 10% ダメージを食らっていただきますよと。で、返さなければ罠残るんで。さあ、どう回避してくるかさ、これを。意識そこ置いてくる。これは次、レニアード当ててわざと特殊な発動させるとかもいいかもしれないけど。これ仕掛けるか。これ、B6 いきます。B6 にリシファー置いて、これでダブコン作ります、キンマモンとの。で、これ放置すると、ダブコンが来る。で、これルシ返すには角を置くしかないんで、つまりダメマスに置くしかないんですよね、相手。さあ、どうするこれ。罠消しに来た。これダブコン飛ぶんじゃないかな、3倍返し。あ、1万2000。いやー、まだ行きますか。行きましょう。エンダが3倍返し、ダブルコンボ。どうだ、これ。3枚返して。クリピリカ、これ飛ばなかったらやばいぞ。これ飛ばなかったらやばい。ルシがどんぐらい出るか。結構出る。おー、届いた。ということでね、こんな感じですよ。ダメマスデッキ。さあ、2戦目行きましょう。相手マフェリア。さあ、またこう手番ですね。これはじゃあまた X 打ってから攻めていきましょう。ダメマスをね、先制しまくって生きてないと思います。はい。はい、初手 X 打ちまして、ので、ダメマス作りのと。おお、レニアド。ああ、そこの位置強いな。その D5 のダメマスいいね。そこに打たせないのは強いな。まあ、ただ一応逃げ道として そこがあるんだけどね。ただこれね、右3つ、その F345 にダメマス出てるの強いんで、これマス作りましょう。で、この場合って多分ね、この右の3箇所どれかに置きたいと思うんですけど、ダメマスがあることによってちょっと置きづらいと。ただ容赦なく置いてきましたね。はい、マフェリーを配置してくると。だからこういうの見てると、コンボ封印とか入れてた方が強いかもしれないね、もしかしたら。これは左ウェックスファヌいっときますか。リッチコンボ抑えてもらおうかな、ファヌに。はい、
でマフェコンボの吸収が嫌なんですけど、こう2枚返しがねちょっと嫌なんですけど、まあでもそこはダメマスがあるんで、はい、そこでなんとかしてもらえればっていう感じですかね。ひきょう姫ダメマスを蹴ってきますね。なんかダメマスってだって2回踏ませたら 20% ですからね。相当だよ 20% って。エルノとか 17% だもんね、吉野とか。それを超えてくるからね、2回踏ませれば。さあ、ここはもうヴィーナス置いて、相手が左上を打ってきた時にコンボ使えるようにっていう、あれだったんですけど、まあ、そっち来ると。これはそうだな、ロック、いやー、待って、どうしようかな。これ、ちょっとルシー打っちゃいますか。B4 にルシファー打って、もう火力出しとくか、先に。で、次コンボでももう一回使えるんで、ルシファー。強いね。ルシー強いね。久々に進化ルシファー使ってくる。やっぱ強いね、これね。これをコンボでもう一回削れますかね。おー、早打ちサタン。早打ちサタンしていく。いや、出るな、ダメージ。結構出るな。ただこれ、デカ3枚いきますか。もうここは思いっきり削っていくといったところでございまして、さあどんぐらいの火力出るんだ。相当出たぞ。これは 10% 残ってない。これはお、これコンボないぞ相手。これコンボしようもんならダメマスで相手負けるんで、これは強いぞ、これ強いぞ。しかもサタン切ったからフィニッシャーファーストぐらいしかないんじゃないですか。さあどうする、ハウスやってくる。これは耐えるんじゃないか。耐えたぞ。でこれでデカコンボつながってるんで飛ばしていくと。いやダメマスの強み出てるね、いいですね。おい飛ばしていく、吸収も入れてね。こんな感じですよと。さあラストいきましょう。3戦目ヴィーナスですね。大丈夫かな、ヴィーナス回も可能性としてあるけどね、一応。うん、さあ今度は先手ですね。でもシード打って、ああでも大将だったら X 組んのかなこれね。うん、っていうところでありますけど、さあどうだ。ああ X 来た、これは大将だね。これは大将確定ですね。ただここね強いんですよ、スフィーラ。この子ね置いたところの周囲にマスを生成するんで、つまりこういうことになるんですよ。しかも下辺にマス固まってるのめちゃくちゃ強くないこれ。いやこれめっちゃ強いぞ、これこれクソ強いな、このマスの配置。しかも角に来る、これは強いぞ。まあ、とりあえず意識を置いて回復しときますか。はい、特殊穴もタイミング見計らっておいていきたいけど、ちょっとその前に軽くバンバン出されちゃうとっていうところでありますけどね。これちょっと盤面死んじゃうけど、これ盤面死んじゃうけど、ちょっとこれはダメマスに頑張ってもらおう。さあダメマス入って2回踏みましたと。これは守護者かな、守護者ちょっと先に HP 回復しておきますか。はい、 HP 戻しといて、まあファンヌでもよかったっけどね。でおそらく3枚打ってこないはずダメマスなんだね。となるとこれはまあそこですよね、兄さんに打ってくるよね。でここ罠ですかね、ここは罠を置いていきましょう。ここは罠安定ですよと。だからここからね盤面詰められるんで、それがちょっとねあれなんですけど、ただ盤面詰めようとすると相手ダメマス進まないといけないんでっていうところですね。罠回収されるこれは辛い。でこれはもうファヌをウンディに当てましょうですね。はい、こういって、さあ盤面を取っていくなら E6 ですが、またもダメマスが待っているといった構図になってますね。お、踏んできた。あ、またそいつ強いぞ。でもそっか、こっちの駒の枚数少ないから言うてそんな出ないのか。ルシ引いた、これはもう盤面死んじゃうんで、もう先にルシファー打っときましょう。はい、これで削っていく。オルス、さあどんぐらい出る、結構出るね、さすがルシファー。さあこっからはもうダメマスで相手が死ぬのが先か、それともこっちが飛ばされるのが先かっていう感じだね。だいたい角置けないんで、
ダメマスプラスメイティスの代償でおそらく飛んじゃうんで角には消えない。そしてキンマモンのコンボの先にもダメマスがある。となるとこれはそこしかないよね。でこれ耐えれば勝ちです。どうだ、耐えるか。耐えた。よし、これは春持ってるんで春出せば勝ちですね。リリティコンボあるんで、はい、ということでこんな感じでね、ダメマスデッキめちゃくちゃ楽しいんでぜひね皆さんもこれ組んで使ってみてください。ということでまた次回お会いしましょう。